わかりました。もうタイトルを聞いて OK 出しました。はい、どうぞ。はい、ドッパスでございます。はじめまして、ボスニオンと申します。まあ雇ってくださいと2015年卒業見込みなのでぜひぜひという感じでございます。先日私ブログが炎上しましてですね、アメリカ人にコーディングで怒られたっていうタイトルでやって、なんかブログが炎上して、なんか僕の意外点だったんですけども、まあそれはそうだったですね。まあまずお詫びと、南部がさんお許しくださいまずそれだけで言っておきます。さてですね、サステイナーといえば、まあ、ダンコガイさんですね。で、まあ、ダンコガイさんといえば、まあ、サステイナーだね。はい、これですよ。このままでサステイナーでしょ。あ、わかりました。あ、これ、僕の友達に祝いついてるから失礼するよというわけで、まあ、まあ、で、ある人は言いました。 GitHub のプロリクエストの数に応じてサスペンダーが無理だったしかえ楽しいえこれは楽しいってことで、まあ作りました。ワイキングオブスターが作りました。その名はですね、悪名サスペンダーです。まあ全然変わるのも面白くないんですけど、まあ悪名サスペンダーという歌詞をですねやりましたんで、まあデモをですね、まあ何かというと、これ悪名サスペンダーってこれ僕の GitHub なんですけど、まあプルリクエストがゼロで当然の結果なんですけど、まあこれをですね、まあやると、まあこの画像が出てくると、まあ今 GitHub から API で叩いてあのプルリクの数を持ってきてるんですけども、まあ普通ですよね、引っ張られない。で次プラックですね、皆さんご存知プラック、プルリクエストが9件ございます。でこのプルリクエスト9件を引っ張ってみるとどうなるかというと、あ、これだけ。こんな感じで、すごくよくなりますけどね。ステップ。本当はこれくらいしか伸びないんですよ。何が何が、9件出すまで伸びたら大変な騒ぎですよ。まあ、これくらい伸びるんです。で、まあまあ、パールの、あ、まあ、ヤクシーですけども、まあ、ちょっとノードを、ノード JS をちょっと引っ張ってこようかなっていうので、もう皆さんはご覧になったんですけどもですね。こちらの方が、こんな感じでですね、もう非常に苦悶に満ちた表情が、拝見できるという、やつでした。5倍ぐらいプルリクエストを渡したから。ちなみにこれもですね、GitHub に上がっております。特化で作ったんで、いろいろとツッコミの動画を忘れて、これ実は CGI とかで動いてるんですけど。これツッコミの動画を忘れです。ですので、あ、ぜひプルリクエスト参戦だと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。